1レース勝利の村上ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。1レースレースかなりどの馬も苦労してたような感じましたけど、どうでしたか？ね、思ったよりちょっと馬場重いんでね、ゆっくり溜めながら行った分の決勝がいく気がその分は分かりました。まあ、村上ジョッキーの馬は非常にあの降りてからでもいい感じで行ってましたね。道中溜めた分だけね、歩けたと思います。馬場水分 2.3% でしたので、もうちょっと軽いのかなって感じもしたんですけどね。でも風あったしね、天気もいいんで乾くのちょっと早かった。ありました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。